横山松三郎から1884年10月15日は幕末、明治初期の写真家、洋画家。別名、文禄、城閣、社児などの写真が重要文化財として残っている。エトロフ島に生まれた。祖父、文禄と父、文禄は高田や貨幣及び金兵に仕え、陶器を除き、函館からエトロフ島に出向いて場所支配人として、 呂場を管理していた。1833年に、高田屋が、決処処分を受けた後、正木藩の場所請け負い人勢となった、エトロフ島で引き続き支配人を務めた。松太郎は5人兄弟の長男で、姉二人、妹、三代、弟、松蔵がいた。1848年、父が没し家族と共に、函館に帰る。1852年、 函館の呉服屋で奉公する。ガを好み、夜分、葛飾北斎の漫画を写した。二年後杯を病んで家に戻り、療養する。杯管が、生涯の持病であった。1854年、ペリーの米艦隊が函館に上陸した時に、初めて写真を知る。1855年商店を開いたが、病気のため二年後に畳んだ。この頃、 写真機の製作を試みている。1857年、病気回復祈願のため、津軽に渡り、江戸、京阪を経て、四国の佐抜神社、基礎通り善光寺、日光を巡る。1859年、函館が自由貿易港となって、米、路、秀人が住むようになり、彼らから用が、写真術を学びあるいは盗み見る機会が増えた。 ロシア領事のヨシフ・ゴシケビチから、昆虫の実写画を頼まれ、その代わりに、写真術を学んだ。1861年、ロシア領事館の神父、ニコライを通じて、ロシア人通信員、レーマンの助手となり、洋画を学ぶ。1862年、函館部業所の香港、バタビア業貿易船、ケンジュン丸に、商品係テフとして乗り込み、 海外で写真を学ぼうとしたが、一旦は品川港で渡航中止となった。しかし、1864年に今度は上海へ渡航でき、約1ヶ月半滞在して、死となる人物を見つけることはできなかったものの欧米の洋画、写真を見聞した。帰国後、横浜の下岡連城に因果法を教わり、函館に帰った。1865年。 再び上京し、下岡連城に写真と石板術を教わった。函館に戻り、木津高吉、田本健作りに因果法を教える。1868年、下岡に、さらに石板印刷を学んだ後、江戸両国元町に写真館を開き、すぐに上野池の旗に移って、通天楼と称した。横山はここで、多くの肖像写真を撮影し、 宮下金や片岡助章など、更進の写真家も育てている。函館戦争が勃発して、現地の母を見舞った。1869年門人たちと共に、日光山に赴き、中禅寺湖や下言抱き、日光東将宮など数多くの写真を撮影した。 1871年3月、蜷川のりたの依頼で、同じく写真家の内田91と共に荒れた、江戸城を撮影する。その写真の一部は、洋画家、高橋雄一によって再色され、翌年蜷川により、旧江戸城邪神帳、計64枚に編集された。1872年、湯島聖堂大聖殿で、文部省博物局が開催した初の、 関節博覧会、湯島聖堂博覧会を撮影した。5月から10月まで、町田久成、蜷川のりたねらが、伊勢、名古屋、奈良、京都の古社寺、家族、小僧院の宝物を調査した、人身検査に同行した。1873年、通天楼に、洋画塾を併設し、ここで、亀石慎一や亀井武次郎、本田忠康らを育てた。 1874年、漆紙写真と光沢写真を作った。1876年、通天楼を上として陸軍士官学校教官となり、フランス人教官アベルゲリノーから石版法や墨写真法などを教わり、研究した。1877年、電気版写真を完成し、当時日本でほとんど知られていなかったゴムインガやカーボンインガ サイアノタイプなど19世紀半ば欧州で発明された写真技法を日本で先駆的に取り入れている。1878年、士官学校の景気級から日本初の空中写真を撮った。蜷川の種が松三郎の写真を編集して三・小杖上閣の部を観光し、翌年京都の洋画店に油絵を出品した。1880年頃、横山は、 長年の研究の成果から写真油絵棒を完成させる。これはインガシ表面の観光入材層を薄く剥がし、裏から油絵具で着彩するという繊細で高い技術を要するものである。横山の写真、油彩、スケッチなどに共通する特徴として、物そのものを捉えようとする写実の重視が挙げられ、横山は自分が発明した写真油絵技法で、 事故が理想とする、写実表現を求めた。反面、研究に没頭するあまり、次第に、通天楼の仕事からは遠ざかっていったようだ。横山の没後、写真油井技法は、弟子の小豆沢良一に継承され、1885年の、千倍特許条例施行直後に、小豆沢を出願人として、特許登録されている。1881年、 廃病再発のため、陸軍士官学校を辞し、写真石板車を銀座に開いた。1884年、市ヶ谷亀岡八万宮社内の隠居所に没した。海名、恩領院実産冷静故事。墓は、函館の交流寺にある。その他で死により、高輪千学寺に遺発が埋められ、山と左脇に、横山くんぼ決明が建てられている。ありがとうございます。